道の駅みなかみ水木交換。ゆきひょうの旅。概要欄のチャプターリストもご活用ください。水産学習館。みなかみ温泉にある水産学習館に行ってきました。小さな水族館ですが、トンネル水槽や渓流水槽があり、利根川流域の魚の観察ができます。水産学習館の入場料は一般350円、高校生250円、小中学生は150円です。開館時間は9時から17時、最終入館時間は16時半です。休館日は7月から10月は第4火曜日、それ以外は第2、第4火曜日です。場所は水上駅から徒歩25分。ホテルジュラクからなら徒歩13分です。では、水産学習館に入ります。入り口からまずは軽く一周見てみます。チェックビジョンコーナー、大型魚水槽、渓流水槽、ミッキーマウスの模様があるミッキーマウスフラギー。
の奥行き、スペース、大きさなど全体が見えます。魚たちは、群馬に生きる、フナ、コイです。お子様たちは別のものに夢中で、トンネルは案外空いていました。頭上を泳ぐ魚たち、2倍速です。建物には、売店、軽食、ロッククライミングもありますが、今回は行っていません。屋外施設を見に行きます。外には清流公園があり、足湯などがあります。この日は、マスのつかみ取りが開催されていました。子どもたちが楽しそうにマスを追いかけていました。私も子どもの頃、猿ヶ京温泉などでマスのつかみ取りをした思い出があります。でも今は魚を素手で捕まえるのは無理です。公園は一部工事中でした。足湯に行ってみます。駐車場もたくさんあります。足湯に到着しましたが、タオルがないので見るだけです。川で遊んで足が冷えた後でここで温めると良さそうです。河原に降ります。左にジャブジャブ池があります。子供たち、楽しそう。
ここではマスの塩焼きも売られていました。思ったよりも広く岩場が少ないので捕まえるのが難しそうです。利根川の上流からはラフティングの集団が次から次へと流されていきました。よろしくお願いします。他の動画もよろしく。チャンネル登録も。最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てください。またね。